ちょうど2010年の10月から 3D であの日本を撮るっていうのをやってて、まあ、それは僕の作品だったんですけど、でその翌年にあの東日本大震災があって、でちょっとこのなんか日本を映像と写真と音と、まあ、僕の持てるあの技術を使って、残すっていうようなことをやることぐらいしか、まあ、なんか僕はお役に立てないんだなっていうことが思って、まあ、それが一番いい方法かなって自分では思って、はい、それで 3D カメラと写真とカメラとマイクロフォンを持って全国行脚を始めたのが2011年、はい、それでそこからそのまず東北 の被災地の方ももちろん撮るんですけれども、まあ、つまりそのあまり行ってなかったところを重点的に先に行かないことには、うん、東北もあまり行ってなかったんですごく後悔して、だから行ったことないところへまず行くようにして、まずそこに行ってそこからあの足を広いろいろ歩いてですね、いろんなところを、まあ、それで目的地としてはとりあえずまず名所みたいなところを取って、はい、で回ってたんだけど、そうすると1個あたりでも5つ回ると4つ外れだったりするっていうか、まあ、なんつったらいいのかな、曇ってるっていうか雨だったりとか、うん、ベストじゃないっていうか、そ条件も、ベストな条件で、でまあ普通にあの建物とかいなくならないし室内関係ないんだけれども、まあ、なんかその滝とかはまあ曇っててもまあギリギリいけるし、うん、晴れてもあの日がちゃんと当たる時間帯って1日のうち10分しかないとかで、うん、でまあそこに行って、ああここは朝の一番に来なきゃいけないんだなってことは一応分かって、で翌年出直して、であのその時には 3D と写真撮る音を撮りにちゃんといっぱい担いで持ってって、でその次に今度 4K が出てきたんで 4K でもう一回撮り直しにそこにもう一回行って、でそしたらドローンが出たんでもう一回そこにドローンが出てたのに行き直したっていうので倍々時間がかかっていて、まあ、それでそのまあ普通映画をやるときはプロデューサーがいて制作が何人かいて、制作っていうのは例えばその何とかの滝って何時に日が当たるか調べてよって言うと調べてくれる、すごいスーパーマンがいてですね、まあ市役所に電話したりいろいろするじゃないですか、誰もいないので自分で調べるしかないわけですよ。唯一の情報はツイッターぐらいしかなくって、ツイッターにすいません何々県何々のこの滝って何時ぐらいが日が当たりますかねみたいなことつぶやくわけですよ。で誰も返事がないんで何回も何回もつぶやいたりして、でダメなんでパソコンに行ってタクシーの運転手に聞いて、わからんって言われるわけですよ。それでまあしょうがないので朝から晩まで行って撮るっていうので、やっとそこの場所がやっと自分の中では OK が出せるっていう、でまあその他にさっきの5つの例でいうともう4箇所残ってるじゃないですか、でそこのベストを撮るっていう意味で言うと、そのぐらい何回も行かないとやっぱり全部の場所がですよ。でたまにラッキーな時にその吉野山に行ったんだけど、あの春の嵐で全部散っちゃって、もう顎落ちながら泣きながらもうウィーって言いながらこう2、3時間歩いてまた駅まで戻って、でゴトンゴトンゴトンで1時間電車の中で検索して、今満開のとこないのかなって調べるわけですよ。だ彦根が満開っぽいと、でツイッターの満開っていうのは大体あの先走った人がツイッターでつぶやくんですよ。あの例えば100本咲いてる桜があったら1本2本咲いてるとこのアップを取って満開っていうのが4日前なんですよ。でよその最初の履歴を見て何日前って見て、4日前に彦根城が満開で、で今日は満開っていう人が3人ぐらいいたら、これ本当に満開だろうなと思って行くんですよ。で彦根城に行ったら大当たりで、もうはしゃぎ倒しますよね。もう端から端まで そんなにそのベストなことがあまり起こらないわけですよ、ね。ベストなところだったら端から端までもうぐるぐる回るわ降りるわ全部やって、カメラ引っかえとっかえやって全部撮って、でもその時 3D と 1D の時代だったんで、やっぱもう一回 4K でもう一回行ったんですよ。そうね、だからそうやってそのやっぱ彦根を愛してる人にとってはね、彦根城の桜って、まあ、地元の誇りだし自分のふるさとの誇りじゃないです か。それが曇ってて満開も肉眼では最高に綺麗なんだけど、映画の中でやっぱり他と並んだ時に、うん、綺麗な方がいいに決まってるし、アーカイブとしてあのこれがあの彦根の桜でございますって言って城を紹介する時にいい写真の方がいいですよね、うん、
なのでそういうふうにいくと映画とどうとかっていうよりは、まあ、良いものを積み重ねていくっていう作業が地道に毎年毎年ありつつ、でなんとなく城だけでどんぐらいの今あれ何分くらい作れるんだろう、編集すると1時間半とかになっちゃってバーッと倒れるわけですよ、これまずいじゃんって。でそんなに撮ってもしょうがないんだけど、まあアーカイブなんでいっぱい撮っちゃうんですよ、端から端まで堀の形からなんか全部撮っちゃって、石垣保存でいうと石垣の組み方全部写真で撮ってるんで、だからそうするとここの場所のここはこれですって写真が出せるんですけど、まあそういうことは本当は行政の人とか、そういう地道なことが得意な人がやった方がもっと僕より精度も高いし上手いと思うけれども、まあ誰か言い出しっぺとかやり出しっぺがいないと何もスタートしないじゃないですか。なんでまあそうやってやり始めて、でスタッフを要するに雇うっていうのは雇えないことはないんです。例えばだから瀬戸大橋を取るとかっていうのが建物で取る場合は天気を漠然と見て、まあ、この2日くらい晴れだからじゃあここに行こうかって2泊3日でスケジュール組んで、じゃあアシスタントに持ってもらって、じゃあちょっとそれどうせならドローンもやろうよってドローンの人呼んでっていうことは不可能ではないんですけど、そういうのができるようになったのが7年目ぐらいで、そこまではだからその映画になるかどうかもわからないし、構成を組んで本当に2時間以内にできるのかっていうのを何度も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 こう試行錯誤してやるので、だから編集はもういろんなバージョンがもう生のようにあって、で実際その 1% ぐらいの素材で今出来上がってる映画ですけど、残り 99% ぐらいのものがあって、まあ、彦根城っていうだけで6時間ぐらいの素材があるわけですよね。何回も言ってるので各種写真で言っても膨大にあるわけですよ、売るぐらいあるんですけど。だからそれを僕は売ってなりわいにするわけではないから、それはプロジェクトに全部寄付をして、で彦根をなんか観光で紹介したと記事書きたいとかっていう人がいた場合、それ使ってもらって帰ってくる。そういうことでそのなんか日本に興味を持ってもらって、なんか自分が好きだなとか思ったところを本当は自分たちがアップロードしてくれればいいのにな。つまり僕が行かなくてもですよ、秋田の大曲とか例えば花火大会毎年あって、そこのくじに当たるのも大変だし、くじを当たるために大曲に行かなきゃいけない、まだ当たったからってもう一回大曲に行かなきゃいけなくて、で泊まるとこもないからずっと徹底で帰ってこなきゃいけないんですよ。でそれよりは大曲に住んでる人が大曲花火大会取ればいいじゃないですか。だから大曲に住んでる人と友達になれば僕は頼めるわけだけど、まあ、それよりその友達じゃなくてもプロジェクトを協賛してくれてる人がアプローチして、それは例えば誰かコマーシャルに使いたいといえばお金がもらえるように、コマーシャルの場合はお金が欲しいってマークをつければいいので、投稿するときにそういうのを自分で権利を決めれるようにしてあるし、そういったことで何ですかね、そのいろんなものがそこにアーカイブがあるっていうことで言うとウィキペディアによく似てるんです。ウィキペディアは知識のアーカイブがずっと誰かが投稿してるわけですよね。だみんなで作るアーカイブっていうのを目指していて、まあ、それで美景部的な美しい景色の部とアーカイブっていう、まあ、部の部ですね、剣道部とかの部、この2つの部でそのプロジェクトの保存方法は2つ分けて、で美形部の方はフォトコンとか映像コンテストをやればいいし、それでそのアーカイブの方はアーカイブで、5年たまったら同じ場所で5回撮ってると、そこにその何ですかね、ちょっとしたちっちゃい変化があったりビルが減ったとかってあれ、間違い探しクイズもできるわけし、いろいろなんかね面白いことはいっぱいできる可能性があるんで、まあそれでまあその5年10年で考えてるわけじゃなくって、まあ、世の中のスタートアップとか IT とかそういうものってみんな2年後の成功を祈ってやったり3年後の成功をやってると思うんですけど、まあ言ってみれば10年持つかどうかわからないですね、インターネット のビジネスっていうモデルは。だからそういうことじゃなくて企業に頼ったり行政のお金を期待して補助金で作るとかっていうことで最初からスタートするんじゃなくて、みんなが作れるっていうことをこの映画を通してこうやってしゃべらさせてもらって共有することによって、それをやってもいいなと思った場合はスマホでインスタ映えするのを1枚撮ってインスタに送って、残りついでに後ろ振り返って左とか右とか後ろを撮ると、
アーカイブが増えてるわけなんですよ。でそれはアップロードしたらプロジェクトにヒュヒュヒュってアプリ使ってアップロードしてもらったら消しちゃっていいんだって、うん、その本人にとっては必要じゃないじゃないですか、はい、でもうアップロードして上にあるし自分は持っとく必要はないけど、まあ、誰かに役に立つならまたどうぞって、うん、そういう感覚が芽生えてくれると定着して30年40年してると膨大になってるので、うん、でそれがあの例えばこの名古屋なら名古屋の栄っていうところが、まあ、このミリオン座も建て替えでなくなっちゃったりすると、はい、このミリオン座に青春があった人もいっぱいいるじゃないですか、うん、なんか映画を見てね茶を飲ん で、うん、でこの外観を取り忘れてると ないですからね、うん、このストリートにあった風景っていうのと正面でミリオン座を撮ってるっていうのももうなくなっちゃうわけだから、うん、まあ、そういうそのあの別に撮らなくてもいいやっていう感じのものこそ逆になんかね撮っとくと後で思い出になるかなって、うん、10年経つと結構思い出っぽいですよね、うん、半年だとそんなにジーンと来ないかもしれないですけど、まあ、なんかそういうふうに考えていて、だから地元のふるさとの駅とか、まあここら辺地下鉄もあると思うんだけど、地下鉄の駅とか誰も撮ってないから残ってないしね、地下鉄出たとこのビューとかってないんですよ。で駅の名古屋駅は広いから、まあ、いっぱいどっからでも撮れるしあれなんだけど、名古屋駅から出たところから見た風景ないんですよ、うん、これもだから割とその穴場がいっぱいあって、うん、なんか会った時には資料がないっていう、うん、まあそういうので始めたのがプロジェクトで、まあ、映画の方はそのもうあまりにもカテゴリーがありすぎる日本、はい、どうしたらいいの花の名所って言って切り始めたらまたそれで4時間ぐらいになっちゃってああ大変だっつってで、なんか雑誌にしたらさ、まあ、4ページぐらいで済むんですよ。でも動画にしてカット積み重ねてって飽きないように編集しちゃう癖があるんで、つい編集しちゃうんですよねでもうその膨大にもう誰も見ない映像が山のようにあってで、こう悩むわけじゃないですかそれでなんか見てもらって反応を見て、だからジジイ、僕の友達さんがジジイとか花興味ないからすぐスマホとか見てなんかもう強いことやってるし、女の人は花なんで、ああこれなんて話かってずっと盛り合ってくれてるんだけど、今度お城とかバーッとちょっと女の人一個も興味ないからまあ、そうやってまあまあまあ我慢できるのが、まあ、3分とか4分ぐらいなんかするギリギリなのかなっていうので、なんか1個に関して3分ぐらいちょっとやってみようかっつって、そうは言っても桜の名所だらけで、うん、紅葉山のようにあって、うん、紅葉3分で全部切ってったら1箇所3秒ずつくらいになっちゃうじゃんみたいな感じになっちゃうんですよ。だからそのせめぎ合いで何種類か作ってはナレーションを書き直してはっていうので、バージョンはもう果てしなくありますで小さい師匠をね4月の13日ぐらいから始めたんですけど、で見た人の感想でナレーションが多すぎるとか、ここ退屈したとかっていうんで、まあ、じゃあ変えようかなって変えるわけですよ。でそういう前向きな改良は別に何とも苦じゃないんでやるんだけど、でミュージシャンの人に横に来てもらってナレーション聞いて「ここうざい」って「ここうざい」とかって聞いて。でそれをでどうやればいいかなったら、僕より言葉が達人で歌詞とか書いてるからにしちゃって、でこれとこの言葉をこうつなげれば中尾さん短くなって編集できるんじゃないとか言って言うんで、短くコンパクトに場所を入れ替えてやったんですよ。でそういうのがまあ5月ぐらいまでの、まあ、書いて2回ぐらいやってたら、今度はあの情報がいろいろ変わるっていうか、あの去年までの情報に基づい て完成させてたんだけど、あの日本の活火山が110って俺ナレーション書いてたら111個に増えちゃったそういうことみたいなことがいっぱいあって、で本格的な直しをまた最後にやって、でテロップの文字間違いとかもいっぱいあるんですよ。もう何回見ても間違うんですよでやっとパンフレット作る段になったんで、この写真はどこどこでって件名となんとかでって送ってもみんな間違うじゃん、デザイナーも俺もでとりあえずバイト3人ぐらい取ってさ、3人ぐらいで見てってさ、これ本当に秋田県かって検索台で全員秋田県でーすよし OK 多数決でやっていかないと危なくしょうがないっていうか、
向いてないんですよ、もうそういうそのなんかこうきちんとするっていうことに僕生まれて初めて真面目な真面目な作品なんで、こんな真面目なものを結局そのいつまでもあると思うなっていうのと、亡くなったら何があったかわからないって、この2つのフレーズに尽きるので、じゃあ撮りますって言って撮った時に、あの仕事とかの場合は締め切りがあったり予算があったりで、なんていうんですかね、このぐらいでいいやっていうのがどっかのラインがあって、で相手が喜んでるからもういいんじゃないっていうどっかの納得ラインがあるんですけど、これ無限にキリがなくて、もっと上から撮ったらドローンで撮ってあげたら分かりやすいとか思うわけですよね。そうすると正式に書類を出して許諾を得て、撮ってもいいですかっていうので、プロを連れてこなきゃいけないので、たちまち30万円ぐらいお金が自分が払って、全部自腹でやってるんで、これ、なのでその一個一個その予算に関してももうすごく大変なので、自分的には自分できる技量を使ってベストなものっていうことで愛情を込めてやってるだけなんですね。だけどまあそこの市のそこに住んでるとか町に住んでる人がチャンスは僕の何十倍も何百倍も恵まれてるわけですから、朝の散歩してる時の5時半ぐらいの光が綺麗なのになんて思ってる人もいるかもしれないし、それはそれぞれそこの、あのおじいちゃんおばあちゃんが会社辞めて、おじいちゃんとかが60歳で定年とかでカメラ買って初めてカメラ小僧になってね、撮るって時に被写体で初めてカメラを買ったら世の中に尽くそうよってキャンペーンをやろうってキャノンさんとかにお願いしてるわけですよ。初めてせっかく撮るんだったらいろいろテストで撮るから、自分の街のその残した方がいいものを撮れるテストで撮って、またそれで4年ぐらい3年ぐらいして撮りに行ったら自分が上達したのも分かるしね。なんかそういうことで、なんかその僕は僕でその美意識があるので自分の美意識ではやるんですけど、その中で一番綺麗なものを残したり、で映画に関してはその100年残るっていう媒体なので映画に非常にこだわっていて、で実際は今デジタルになったので100年残らないと思いますけど、であえてもう一回フィルムに焼くわけです。である程度映画が公開されてお金が戻ってくれば、お金があるんで今全然ないですけどで借金をまず返して借金もぐれの何年間まず返して、それでまずリジュンでも出たらすぐフィルムに焼きます。そして100年だったらフィルムという形なので、100年も今まで残って実績があるので、それを国会図書館に寄付して置いとけば保存状況もとてもいいですし、いつか役に立つことがあって、タイムマシーンですよね、100年後の。でこれは2010年から2018年までのタイムマシーンみたいな話で、で次のアーカイブで、インターネットにいっぱい投稿されたものの中から抜粋して、アーカイブのもので写真類はやっぱ国会図書館にもシェアして保存してもらったりとか、分類をしなきゃいけないんですけど、そもそもその分類を人間が、職員さんがやられるのを省くために AI があったり、インターネットを使って最初にタグ入れてもらうことで済んじゃってるっていうことをアイデア化してるものなので、そうしていれば職員さんの、給料もいらなくて面倒もなくって、職員さんがこっち側にアクセスして検索して好きにダウンロードしていいわけですから、で国会図書館とかにそういうところに必要であればそこにどんどんプールしていってもらえばいいんですよね。あらかじめいろいろ分類が、僕は分類も私全然苦手だけど、そういうのがプロいるじゃないですか、できる人が、書士とか何とか書士とか、そういう類の人がプロがうまくリンクしてもらえればいいなと思うし、僕も映画のそのこれを撮ったからといってこの素材に 99% 残ってるものが家に置いてあってもしょうがないわけですよ、置いとけないっていうか、毎年40テラぐらいバックアップを取り直してるんですけど、ものすごいお金かかるんです、それだけでハードディスクで毎月10テラのハードディスクを買ってますからね。だから買っても買ってもね、3年ぐらい危ないんですよ、やっぱり1台は1台で必ず2台必要なので、どっちかが死んじゃったりして、で例えば時に地震が来て逃げなきゃっ
ていうことが起こった時にリュックに入れとかないとでっかいんでそのハードディスクのケース持ち出せないから結局これって意味ないよねってはって思うわけですよね。やべえと思って今度あの山岳エベレスト用のリュックを買って中にハードディスクを入れてこう乾燥剤入れてパックして防水パックにして積み上げてるわけでしょうから、いつでも担いで逃げれるようにしてあって、で以前は広島に実感があったんでバックアップをそれ広島にも置いてたんで、いろんなとこ分散しておくっていうのをインターネット上でもやるんだけど物理的にもやっとかなきゃいけなくて、まあキリがないでしょう。だからその分散してあのいろんな方が挙げられる方が効率が良くて、あのまあ普通こうやってこうこれは全部俺のもんだっていう考え方がずっと著作権ってものがあってね、マルシー 100% リザーブっていうのがよく言うじゃないですか、これは俺のもんだぜ。それは例えばあのアニメーションだとかね、あの劇映画で俳優さんが映っててっていうのはもちろんそれでいいと思いますけど、まあ、こういうその風景とかなんとかっていうのはもともと自分のものじゃないじゃないですか、そこにあるもので、ただそれを記録しているものだから、お寺にしてもそれを撮ったものは私だけどその写真家が一生私の権利ですって言ってることってナンセンスだって僕は思っていて、でも撮らさせてもらっただけに過ぎないわけだから、まあそれは生きてるっていうのと生かされてるっていう言い方の違いの考え方なんですね。これは私は自分の実力であの空気を吸って生きてるんだと、いやあるか、いや空気をいただいて太陽があるから明るくて物が見えてあの生かされてるって考えるっていう、生かされてるって考えるチャンスをちょっとでも持ってる感覚が日本人のまあちょっといいとこかなっていうふうに思ってるんですよ。でこれがないあの考え方、資本主義に完全に没頭してお金が優先でってことになると生かされてるっていうそのされてるっていう言い方はないと思って、自分生きてると思うんですよ。自分が自分で実力で生きててここまで来たんだからお前らに文句言われる筋はないと。でいくら俺があの川にゴミを捨てようと俺の勝手じゃないかっていう理論になっちゃうじゃないですか。じゃなくて生かされてるんだからあの自然のところに撮影することに関してもお邪魔してますっていう感覚があるわけですよね。でその謙虚な感じっていうその日本っていうかもう日本人も含めてアジアの人とか昔の民族の人が持ってた自然崇拝的な一神教じゃないものっていうものがないとあの本当のエコにはならないと。つまりあの神様のために何かやるんじゃなくてそのもっと上の宇宙を作ったぐらいのでっかいレベルであの感謝をするシステムにしないと日本っていうよりも地球をエコシステム的に支えれないっていうこの考え方のムーブメントもアメリカで今起きてるんですね。だからその神道っていうその宗教団体的な名前を言うわけじゃなくて昔からあるあの自然崇拝の形っていうあの太陽にありがとうだとか水にありがとうだとかっていうシステムでいうと日本のその八百万の神で、様々なものに神様が宿っているということで、まあ、検索されると面白いですけど神様の種類っていうので神様の名前とかで検索すると僕この間こういうインタビューがあるからちゃんと調べとこうと思って調べてってちょっとずーっと一番下まで行った時に顎落ちてうわーって驚いたのは貝の神様がいらっしゃったんですよ。貝ですよ、真珠貝とか赤貝とかの貝、貝の神様で、まだあの猫神とか犬神とか、まあ、龍神さんがあるよね、それは、まあ、水の神様だよねとかいろいろあるんだけど、ずーっと行くと貝って書いてある貝まだ確かに神様がいないと真珠貝みたいなの作れないよねって思うんだけど、貝専門の神様がいらっしゃって面白い。だから多分三木本とか行くとさ多分その神様多分あれ知ってると思うんだよね。だから知らないこといっぱいあるじゃないですか。それが日本の場合は全部神様がいるからすげえなと思います。すごい前に30代に1回ミュージッククリップ撮らせていただいて、で僕の女房がずっと平面工やってたりとか仲がいいっちゃいいし、でドローンやってるあのメインドローンの藤さん撮ってもらったりいろいろしてる子が昔小泉さんのバックバンドのギタリストでギタリストなんですよ。で今はドローンパイロットなんです。
ですけど、で、まあ、勝手に相手は自分で33年ぶりの共演とか言って言ってんだけどまあそれさておいても小泉さんの声って独特で、絶対小泉さんって分かるでしょ、あの何とも言えないものすごく練習されるんですよ、準備されて、あのナレーション度を極めてるっていうか、なんかだからあの残すって意味で言うとあの声を残したかったんですよ、ね、小泉さんの声はもう絶対入れたくて、で男性が入った方がいいっていうのは侍とかね、なんかそういう男っぽいとこを喋ったり、聖徳太子の声とか寺田太郎さんの声をやってもらう時に小泉さんが声色で、あの男の子をやるより男の人が何だろういいなっていうふうに思ったので、そういうところはだからやっぱり武士道を語るにしても男の人がいいと。でまあその8年間やってるうちにいろんな人の枯れ慣れを僕一人でも大変なので、あの頼むんですよ、いろんな人に原稿を出して、まあ見事に誰も漢字読めないんですよで知らないし、知らない固有名詞も多いし、歴史を勉強したことがない人もいっぱいいて、学歴がある人でも全然わからないので、であの東出さんは歴史が好きな人なんですよ。それが縁でアンちゃんと結婚したんで、歴史のアンちゃんと歴史の話があったので結婚したっていう話を僕聞いてたから、だからそんな珍しい男がいるなら今まではどうするんだっていうのがあるじゃないですか。で、あのラブレター書いて、ぜひ読んでくださいって言ったら喜んでって来てくれて、まあ会うととてもハンサムで、声もハンサムでさ、ちょっとハンサムすぎるんだけどって言って、どこに来てたのちょっとハンサムすぎるから、もうちょっとあのちょっとジジイっぽく読んでみてうん、で、あの例えばあの熊本のとこだともう本当になんかあの心を込めてさ、応援してるっていう感じで読んでみてくんないかなって言ったら、そういう感じですごい熱い読み方してくれるから本当に頼んでよかったと思いましたよ。なんかジーンとくるんですよ、彼のあの誠実な感じが伝わって、僕はだから一番最後の花見のところでメッセージをその言う時に、あそこも小泉さん全部で行くか2人で交代で読むかっていうので何種類かあのナレーション役を考えててね、やっぱ熱く読んでくれるんで感動するっていうか、だからやっぱ思いがあの入る入らないっていうのを演技と変わらないから、とっても印象に残ってますね。で小泉さんの場合はもうなんかあの、じゃあ小泉さんこれちょっともうちょっともうちょっとゆっくりもらえますかって、はいっていう、そのはいだけでもさ、ああはいって言ってもらえてるなんかもうなんかスマホに入れてボタン押したらはいって言ってくれるんだったら、それだと全部ストレスなくなるなみたいな、うん、なんかそんな感じぐらいいい声ですね。やっぱ予告編でそれ最後にあのもうラップ内緒全部終わって予告編があるんで、日本に恋しようって言ってほしいんだけどって、これ恋しようって今日が上がってる感じがいいんですけどって言って、だから日本に恋しよう恋しようって予告するじゃないですか、恋する恋する俺恋する恋するって言っちゃうっていうかね、バカですけど